身の回りにある電池、皆さんはこの電池が毎年どのくらい作られているか知っていますか？1日1000個でしょうか？1万個？なかなか見当もつかないですよね。正解はなんと1年間で約40億7000万個。1日で換算したら毎日1000万個以上なんです。しかもこの数値、世界全体ではないですよ。あくまで日本だけの生産数です。そんな電池ですが、パッと電池と聞くと何を想像しますか？多くの人はスマホやパソコンの電池をイメージしやすいかなと思います。他にも例えばテレビのリモコンとか時計、おもちゃで使うような単三電池、単四電池といった昔からよく見る電池を想像される方もいるかもしれません。今この動画を視聴してくださっている方の中でも電池と聞いてイメージするものはいろいろあるはずですが、まさに電池と一言で言っても身近で目に見える形で使われている電池もあれば、施設や大型の機械で使われるような電池など様々なものがあるんです。そんな毎日1000万個以上も作られている電池、今回はこの大量に存在する電池にフォーカスして、電池とはそもそも一体全体どのようなものなのか、世の中にはどのくらいの種類があるのか、そしてこれら電池は私たちの生活の裏側でどのように関わっているのかについて解き明かしていきましょう。早速ですが、そもそも電池とは何かについて答えられる人はいますか？どうでしょう、電池って何？と急に聞かれてもなかなか難しいですよね。例えばセットしたら電気が流れるものみたいに答える方もいらっしゃるかもしれません。もちろんそれはそれで電池が果たす役割として間違いではないのですが、せっかくなのでもう少し踏み込んだ理解をしていきましょう。この電池ですが、定義としては光や熱、化学反応などで発生したエネルギーを電気エネルギーに変換する装置とされています。もう一度、光や熱、化学反応などで発生したエネルギーを電気エネルギーに変換する装置。ちょっと難しいですね。電気のエネルギーを作るために他のエネルギーを変化させるものというのはなんとなく分かったかと思います。例えば自宅の照明の電気をつけるときやスマホを充電するとき、そういったときには電気エネルギーと呼ばれるエネルギーを使っています。そしてこの電気エネルギーを生み出す元が電池なのです。先ほどの定義に電池は他のエネルギーを電気エネルギーに変換するとありましたが、何もないところから急に電気エネルギーが生まれるわけではありません。何かしら他のエネルギーを電池が変換しているというのがポイントです。自宅であれば発電所内でのエネルギーを電気に変換して届けられていますし、皆さんもどこかで見たことや体験したことがあるかもしれませんが、自転車を漕いで電気をつけたり、太陽の光を使って家の電気にする太陽光発電などがまさに他のエネルギーを電気エネルギーに変換しているイメージです。さあ、電池についてなんとなく理解できましたでしょうか？発生したエネルギーを電気エネルギーに変換する装置、それが電池です。そしてこの電池にはどのような種類があるのかについて説明していきましょう。電池には大きく分けて物理電池、化学電池の2種類があります。物理電池とはその名の通り、世の中の物理現象を利用した電池のことで、光とか熱とかのエネルギーを電気エネルギーに変える装置です。太陽電池、熱電池といったものが代表例なのですが、自然の物理現象を電気に変えるなんてとってもエコな電池ですね。一方、化学電池はどのようなものでしょう？化学電池は化学反応によって発生したエネルギーを電気のエネルギーに変える装置です。私たちが普段よく目にする乾電池とか充電式の電池など、日頃電池と呼ぶものの大半はこちらの化学電池を意味しています。ここまで聞くと、あれ？なんで化学電池が大半でエコな物理電池が少ないの？といった疑問が出てくるかもしれません。物理現象を利用する物理電池、化学反応を利用する化学電池、エネルギーの変換元に注目すると理由がわかる方もいると思いますが、実は物理電池と化学電池がある中で化学電池が圧倒的に使われる理由としては、安定供給、持ち運びの良さ、そして緊急時の対応力の3つが挙げられると言われています。逆に
物理電池は確かに環境負荷が少なくエコではあるものの、自然を利用するので天候や地形などによってエネルギーに変化できる量に影響を受けやすく、安定して電気を供給しづらいという欠点があるのです。化学電池であれば自然に頼らないため、いつでも電気を生み出すことがメリットなのと、最近の化学電池はどんどんコンパクトになってきており、持ち運びできるレベルになっていることも強みなのです。私たちが普段使うスマホやパソコンにも化学電池が採用されています。そして災害など緊急時に役立つことも忘れてはならないポイントですね。例えば夜中に大規模な停電が発生してしまった場合、懐中電灯で辺りを照らすことやラジオなどで速やかに情報を得ることが必要となりますが、そんな時でも化学電池であれば安定して電気エネルギーを生み出すことができるため、私たちの安全の確保にも役立ちやすいのが良さとなります。電池にはそれぞれ物理電池と化学電池があることをお伝えしましたが、この動画では現在メジャーであり身近に感じられる化学電池に焦点を当てて説明していきますね。この化学電池、こちらはさらに一次電池と二次電池の2つに分けることができます。一次電池は使い切りであり、一度使い終えると再充電できない電池です。例えばマンガン電池、アルカリ電池、リチウム電池などがありますね。これに対して二次電池は電気を流すだけではなく充電できるのがメリットです。代表的なものだとニッケルカドミウム電池やリチウムイオン電池、鉛蓄電池などがあります。さてここまで聞いていかがでしょう。視聴者の皆さんの中には物理電池と化学電池で感じた時と同じように、充電できるなら二次電池の方がいいといった感想や、一次電池はいらないのではと考えた方いらっしゃいませんか？それはそうですよね。充電できずに使いっぱなしの電池より何度も使える電池の方がいい印象があると思います。ですが一次電池と二次電池にもちゃんとそれぞれ異なるメリットがあり、それぞれの強みがあるのでご紹介します。まず一次電池の主なメリットは生産コストの安さと安定性が挙げられます。一次電池は二次電池と比較すると材料コストが安いので、安価で大量に生産することが可能なのです。さらに一次電池の場合は自己放電が少ない、つまり使っていないのに気づいたら電池がなくなっていたなんてことが少ないので、長期保管にも向いています。そのため一次電池はリモコンや時計、懐中電灯やラジオなど少ない電力を長時間必要とする機器や、迅速な利用が求められる災害用電源とはとても相性が良いとされています。一方の二次電池、このメリットは何といっても充電ができることですね。二次電池は一般的にエネルギーの密度が高く、使い終わっても充電して再度使用可能なので、パソコンやスマホ、自動車など大きな電力を頻繁に使用する機器への使用には二次電池の方が適していることが多いです。ちなみにどっちの電池の方が多いのか気になって調べたところ、2022年のデータによれば生産個数としては一次電池が 61%、 二次電池が 39% でした。一次電池も二次電池もそれぞれのニーズに合わせて生産され活躍していることが読み取れます。一方驚きなのが生産数ではなく金額ベースで見ると、一次電池が 6%、 二次電池が 94% と大きな差があります。そして全体のほぼ半数が自動車向けのリチウムイオン電池で占められているようです。この大きな割合を占めるリチウムイオン電池についても詳しく見ていきましょう。リチウムイオン電池の歴史は今から約50年前の1976年、アメリカの科学者であるウィッティンガム氏が電池にリチウムを用いることを提案したところから始まります。その後リチウムを用いた一次電池の商品化には成功したものの、充電が可能な二次電池に応用するためには安定性など多くの課題が残っていました。それを解決しリチウムイオン電池の基本構造を完成させたのが、後の2019年にノーベル化学賞を受賞した吉野彰氏です。吉野氏が完成させた基本構造をもとに、1991年には世界初のリチウムイオン電池が商品化。 IT 革命や電気自動車のニーズとともに生産数は爆発的に増えて、
現在ではリチウムイオン電池だけで世界全体でなんと5兆円を超える市場規模に成長しています。この社会で多く使われているリチウムイオン電池ですが、基本的な構造についても学んでいきましょう。まずリチウムイオン電池は大きく分けて正極、負極、電解液、セパレータという4つの部品で構成されています。正極、負極、電解液、そしてセパレータの4つです。理科や科学の授業で習ったことをなんとなく覚えている方もいらっしゃるかもしれません。この4つの部品がある中で、正極はリチウムを含む金属の化合物でできています。そして負極はカーボンなどでできており、それぞれリチウムイオンを蓄えられるようになっています。このリチウムイオンが部品の一つである電解液の中を通り、さらにセパレータを通って正極と負極の2つの間を移動することで、静電荷のリチウムイオンの動きに応じて負電荷を持つ電子も移動します。そしてこの電子の流れが電気になるという仕組みです。実はこの構造、リチウムイオン電池に限らず他の多くの二次電池にも共通する点があるんです。それなのに電気自動車やハイブリッド車などモーターで駆動する自動車向けにリチウムイオン電池が最も採用されているのには大きく3つの理由があります。1つ目は先ほど出てきたエネルギー密度の高さです。エネルギー密度と言われてもなかなか馴染みがないので分かりにくい方もいらっしゃるかと思いますが、簡単にお伝えすると、同じ大きさや重さの場合、より長く電力を供給できるものほどエネルギー密度が高いと言えます。骨密度とかなんとか密度のように、密度が高いと同じ大きさでも強いパワーが出せるイメージがあると思いますが、まさにそのようなイメージです。長い距離を走る自動車にはこのエネルギー密度の高さが必須になるというわけです。2つ目は充放電効率の高さです。こちらは名前の通り、いかに効率よく充電や放電ができるのか、つまりエネルギーのロスがいかに少ないかを表しています。リチウムイオン電池は充放電効率が 90% 以上と他の二次電池と比べて非常に高い数値なのが特徴ですね。最後の3つ目は寿命の長さです。電池でいう寿命は私たち生物とは少し異なっていまして、充放電を繰り返してもどの程度性能が劣化しないのかを意味しています。もちろん劣化が少ないほど電池を長く使えるため、自動車にとってはコストダウンにつながりますね。そんな中でリチウムイオン電池は鉛蓄電池など他の二次電池と比べて約2倍から3倍と非常に長い寿命を持っていると言われています。これらの理由から多くの自動車にリチウムイオン電池が採用されており、今日の私たちの快適な生活を支えているわけです。いかがだったでしょうか。ここまで電池の種類や各電池の特徴、特にリチウムイオン電池についてご紹介しました。動画を見る前と後で、電池って何という質問の答え変わりましたよね。そして電池に対する理解も深まったのではないでしょうか。身近にある電池一つにしてもいろいろ学びがありますね。このチャンネルは身近なものや現象、また様々な人を通じて科学の面白さを一緒に体感してもらうチャンネルです。普段の生活の中でも科学的に考えると意外な一面が見えてきたり発見がありますよね。今後もいろいろなテーマで科学に関する動画を上げていくので、この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。